めっちゃあれじゃないですか、私すげえ。でもまた浮気するかもしれないよ、したら。だってすると思います、うん、でもどうすんの、付き合ったら付き合え、許したいだよ、許して。まだでずっと土下座してるよ、だってワードかってなったもん。だけどデコマさんが来て、俺の放送でこれ来てから焦ったんだ、多分本当に。いやだから舐めてたんですよ、私のこと。そう舐めそう舐めたそう舐めたから、そう舐めたんですよ。そう和田監督舐めてたんだよ。もうどれぐらいを溶け出してんの、もうめっちゃ溶け出してるよ俺、和田監督。これ土下座するぐらいならやんないよ。そうだね、だってこんな好きだったら、あんな俺ね、和戸監督はブサイク、あんなブサイクと猫まさら、猫まさら可愛いもん。だってこれ LINE 聞かなかった、え LINE 教えてって聞かなかったじゃないですか。でも LINE 教えてって聞かなかったじゃないですか。何か合わせてるんですか、よっさん。 LINE 教えてって言わなかったじゃないですか、ね、よっさん。え LINE、 まあ知らないけど教えてくれるの。いやいやついでみたいな感じに、ちょー、私何も美味しくないじゃないですか、そんな。いやだから猫馬さんがどうするからね、どうするの、こんだけもう1分以上もう頭下げてこれ。いやワードさんやばいよ、ずっとこれもうずっと頭下げてるけど、どうするの、許すの許さない、どうすんの俺。だからもうワードさんはまあそのさっき猫馬さんが見せたブサイクの女と、ワードさん、ワードさん、あのさっきの女とはもう連絡とかも取らないですよね、絶対取らないって。ほらもういや、じゃあ LINE にして、 LINE 見せ、 LINE、 ワードさん LINE 見せ、 それが大事だから、確認して LINE、 さっきの女と LINE 取ってるからね、パスワードも分かんないもん、全部分かるんだ。あそう、え、ワードさん、あ、女の子好きじゃないですか、ちょっと、いやめっちゃ色で使ってましたよ、プライドあるから。どう連絡してる、連絡、あ、どうださっきの女と、してない、何もいじってない。何もいじってないですか。やっぱり存続感度ですね。もうでもこんだけもうずっと顔見せないで、もうずっと頭下げてやってるってことは、多分ワドさんはワンちゃん好きなのかもしれない。ワンちゃんもうあのレコマさんの子は本当愛してるのかもしれない。じゃないとこんだけもうずっと溶けただけない。ずっと猫馬さんが、じゃあ猫馬さんどうするか。いやそれ好きだからめちゃくちゃ怒ってて、ああ許せないじゃないですか。いや分かれて分かれてんだから、もうだって浮気したっていうのはもう確実なの。それでもう浮気したってあんなクソね、もう見せないよ顔見せるよ別に。だからいやでもだからおっぱこしたんでしょ、もっとゴミ、マジおっぱこした、それどう許せんの、おっぱこは、おっぱこ許せんの、許せるわけないよ、許せない、最悪マジ死ねろ、おっぱこはしたんだ、ああじゃあちょ消えない、じゃなんだろう、ダメだよ、あ、ちょっと下入っちゃう、携帯が携帯めっちゃ無理、あーマジマジ、まあ、本当にもうどっかで携帯下、えこれ
これ誰の携帯これ。え？ワド。めっちゃあのめちゃ踏んでるじゃん。めっちゃもう割れちゃったけどね。いやもうこれだけじゃ収まんないですよ。ほんとに許せろよお前って感じ。ワドさんも言い分ないよだから。ないの？だってそんなずっとなんか土下座してるけどワドさん。ずっとずっとねあのやってるけど言いたいことあるんじゃないよワドさんって。死ねって感じですよ。死ね。いや和田さんはもう猫間さんとどうしたいんですか。もう許してほしいと思う。もう許してほしいって猫間さんどうする。ダメ。え？許すしかない。いや許さなくていいねこんなだって。やってたら勝手にやってるだけだ。許さなくたっていい。許さなくたっていいんだよ。もうだって今後もそういうことはだって浮気されたんだからそういうことがあるってことだよ。もう猫間さんに対してねまたあるかもしれないから許すか許さないよ。もうちょいやまあ聞くけどいやそれが耐えられなくてさそのセリフの言い方がもうなんかもうもう許せない。なんか作りっぽくてもうムカつくんですよ。パスが。もう許せないって。どうせワドさん許せないってもう。許せないよ。どうする？もうさ、もう5分ぐらいやってるけどずっとこれもう。どうすんの？もう。うん。だってもう浮気したんだよ。やったんだからさっきのあのクソババアと。クソババアと猫まちゃんなんか可愛いのにクソババアとこいつはやったんだ。やりたかったんすよね。やりたかったんだよ。やりたかったんだよ、ね、クソババアとあんなの、ね、やりたかったんだよ、ね、猫まちゃん俺猫まちゃんのするでしょセックスだってあんなクソババアとしないもん。普通に入れようとしてたんだよね。なんでそうやって謝んのねえしたかったしたかってワドさん言えばいいじゃん猫まに対して。いや申し訳ないよそんなもんだってさもう寝駒さんって嫌な気持ちになるよだってこうやって。いや待ってマジでムカついてきた本当に。えっ本当にムカついてきた。ワドさんの携帯ねこれ、うん、ムカついてきた。ムカついてきたこれもね。まあそうだよ。だって何よワドさんあんなクソババアとさえないよクソババアと。いや謝るは誰もできんだよそんなもん。ね？でも好きな気持ちもあるがどうする？どうする？どうする？本当。だけど絶対今後浮気するよこの人は。ワドさん絶対浮気するね。まどうすんの？どうする？だってこの人は例えばね、予算を好きな感じで、じゃあ俺がね、こうやって、じゃあね、こうやってさ、ね、うん、こうやってさ、ね、ワドさん、こうやって、で、これ以上のやってるの、フックのしてんのか、こうやってしてんの。ワドさん、マジ険しい顔してますよ、ワドさん。ねあなたはそれ以上やってて分かってる。ワドさんねえ分かってる。じゃあ分かってないでしょ。ねえセックスしてねえこんな無表情でさワド監督ねえこんな
そうでしょ、これ本当に好きなの。好きです。なんでセックスしたんだよ、あんなクソババアと。見せても、まあ、見せてもいいんでしょ。だって、そう、見せてもいいんだよ。なんで見せちゃダメなんだよ。私よりそいつが大切なんだ。切ったね、ほくろよ、眉毛の上にやりやがってよ、お前書いて。なんだこれ、切ったね、ほくろ、これよ。お前ごめん、本当に。なんとか言えよ。お前本当に土下座で誰だとできんだよ、クソが。それダメだったらきっぱり諦める。本当に言われた、諦めろよ、もうほんじゃもう、この浮気しやがって。どうなの？いや、俺は別に、猫まちゃん試合と思う、もう。うん。俺は、別に猫まちゃん試合と思うよ。それは、だって別に女が許せば、俺も許してもいいと思う。女の方ってやっぱりさ、嫌じゃん。男と違って、男は誰でも浮気する。だけど女の子って、好きになったら、その人だけってなるって人が多いから、女の子は、ね、猫まちゃんもそうじゃない？許せる浮気は？じゃ許せないだったらもう別れるって言った方がいいと思う、俺は正直。どうする？もうだって、じゃあワドカのもしね、これでよりが戻ったら、俺猫ばちゃんに2万1000円タクシー代払ったんだよ。それ立て替えてくれる？もしよりが戻る、今分かんない、より戻るか分かんないから、まだより戻る、今は、まあ、いやより戻るか分かんないから、いやだから分かんない。じゃあ俺この後ね、じゃあ猫ばちゃんとチューして、わかんない。いや、まだいい。だからまだいい。だからわかんないじゃん。俺は今、猫ばちゃんのタクシー代を2万1000円払ったから、それはね、もう、わかんないじゃん。なんかここからまだ復縁するが、ここでこれで。どうなの？じゃもう、猫ばちゃんも。ワドさんとはもうどうなの？そこだけ、もうワドさんは、もう本当に謝ってる。もう。じゃあ、あの女の子とはもう一生連絡取らない。取らないって。もうあの女の子。どうする絶対取らないって。どうするどうする、いや。いや、でも、取らないって言ってんだよ。ワド監督はもう取らないって言うの。あの女の子と、あのブサイクのね。いや、別に許したところで、でも私晒しますよ。うん、晒すないじゃん。晒してもいいんじゃん。じゃあ、晒す。俺の放送で晒そうよ。見て。晒しても、許せる。探しても許せる。だから許せるんだったらいいんじゃない？探しても探していいよ。探していいよね、和田君のね、その女の子。いいよね。いいよね。いいよね。和田がいいのね。女の子探しても、その和田君と肉体関係な女を探してもいいのね。じゃないと納得がつかないから。猫まちゃんもだって、それが条件の一つだよ。だ仲直りするんだったら、だってどうする？それは嫌だ。ねえ、なんで黙ってんの？ねえ、なんで黙ってんだ？なんでダメなの？晒したら。これなんかおかしいじゃん。いや、だから逃げモードに入ってます。そうだ、逃げモード入ってんじゃん。普通に晒すよ、私。そう、晒していいじゃん。晒そうとしてたんだから、俺花火何発あったら、花火あっからも晒すって言ったの。お前が自分のアカウントでオフパコした相手ですっていうふうに晒したら許してやるよ。それができなきゃもう別れる。そうだよ、どっちあんねん。どうすんの？人の男取ってんだからよ、それぐらいの覚悟をさ持ってやってるわけだろ。そいつもそうじゃないの？お前こんなさ、私地帯さらしてさ、なんで私だけ地帯さらしてんの？おかしいだろ。そいつのことさらすべきだろ。お前よ、マジで違う。私の言ってること間違ってる。
ねえ、マースがさっき聞いてくれたら言ってくれへんやん。いや、そう、あの、言っとくけど、お前そういうこと、そういう、あの、何、地蔵モードに入られても困るからマジで言わないと本当にマジで地蔵モード、いや、地蔵モードですよ、まあ、地蔵だって、ね、そう、舐めてる、ね、いや、私のことも舐めてる、完全に舐めてる、だって浮気されてるんだ。お前自分のアカウントでそれさらせたらいいよ、別に